はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ濡れガラスの巫女やっていきましょう。ミッション再選択、毎回ちょっとね、裏方で試したいこと試してるからね。2の雫とかクリアしたんですけど、もう一回やってポイント稼ぐじゃないですか。そうするとね、ポイントをそのまま持ち越されるんで、一応稼ぎができるということが分かりました。確か前回累計獲得ポイント8万7000とかで終わったんですけど、ちょっとだけポイント稼いでみたところ、ポイント稼いで2の雫を終わらせてみたところ、途中で累計ポイント加算されてるんで、これはいわゆる経験値稼ぎができますね。経験値稼ぎというかポイント稼ぎで、今回は3の雫北条蓮からやっていきましょう。密かに弔い写真探しを依頼されたフィクション作家北条蓮、受け取った弔い写真の中の1枚に目を奪われた彼は、自らもその写真について調べるため、家に伝わる遮影機を手にし、助手の鏡やルイと共に廃墟へ向かう。あ、そう、いいしでちょっとやってみた。ポイント稼げるかどうか。ノーマルに戻していきましょう。万葉丸15個、御神水3個、清め3個、鏡石1個、一応が42個。まあ、追加で買うのはないでしょう。さあの雫、弔い写真、北条蓮。作家北条蓮は祭りの夜に少女を殺したという記憶に苛まれた。密かに影見を依頼した蓮は弔い写真を収めた写真帳を受け取る。そこには夢と同じ祭りの光景が収められていた。蓮はさらなる情報を手に入れるため、助手の鏡や類を連れ、自ら写真が発見された廃旅館へ足を運ぶ。え、旅館へ行くのか。旅館はもうユーリちゃんとかが捜索したのに、探し物を見つかったからもうそれだけで撤退してきたのか。綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ、こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか。ああ、他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか。その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか。場所は聞いてある。ああ、なら遮影機を持っていきますか。まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。あそこは良くない場所だと聞いていますから。ああ。遮影機は机の上、密かに鑑定を依頼して送り返されてきたまま。影見の報告書も持っていった方がいい。何かの役に立つかもしれない。ソファーに置きっぱなしだとルイがうるさい。通る。カメラ。復眼射液。即ロックオンした敵の体力が分かるようになった。やったぜ。それ助かるな、マジで。机の上に書きかけの原稿を書き始めたばかり本題に入っていない。資料を集め主題をはっきりさせた方がいい。死後写真、あるいは没後写真。10世紀、写真が珍しく高価だった時代に西洋で行われていた風習。亡くなった家族や恋人の姿をその美しさが失われる前に写真に収め留めておく。美しくも物悲しいこの写真たちを調べるうち、その風習は日本にも伝わり、死者の写真が撮られていたことが分かった。日本では弔い写真と呼ばれ、撮影された写真は今もわずかながら残されている。幸運にも1枚手に入れることができたが、その写真からは西洋の写真にはない独特の美しさが感じられる。日本によって西洋から伝わった初期の写真は特別な意味を持っていた。有名なところでは魂を抜かれるというような迷信がある。当時の誰もがそう信じていたわけではないだろうが、そのような風潮の中で撮影された弔い写真とはどのような意味、思いが込められていたものなだろう。時を止め、魂を取り出し封じ込める。もし写真にそのような効能があることを期待して撮られていたのだとしたら、それは思い出の記録や弔いというだけではない。
根源的な独特の死生観に根ざしたものではないのだろうか。奥が深い。全然わかんない。ちょっと、あ、待って、まだある。北条蓮様、お預かりしていた射影機を開始します。射影機といって私が使っているものと同じありえないもの、つまり目に見えないものを写しとる珍しいカメラ。骨董業界ではごく稀に出品がある。複眼タイプは初めて。脅かすつもりはないけど、射影機の持ち主は不幸に見舞われる噂がある。亡くなったり正気で亡くなったり、行方不明になったと射影機だけが残されたという話も聞く。探し求めている工事家もいるけれど、骨董のリストに並ぶ射影機はおおむね前の持ち主が不幸にあった結果、そのこと自体品物の価値にされてしまうことがある。私の射影機も亡くなった影見の人の家にあったものをご家族の了解を得て譲り受けた。まだ使えるものだと思うけど、扱いには十分気をつけてください。この射影機は蓋が壊れてしまっているけれど、もともとは箱のような形をしていた。売る気はないだろうけど、少しよろしければ少しだけ貸してほしい。礼はする。考えておいて。で、あとどれ。これ有利が書いた報告書。探索物について北条蓮様、小塚田有利、確認密か。ひっかみ山で見つかった弔い写真、同様の品、もしくは関係する文献等の存在を調べ、可能であれば入手する。ひっかみ山で発見された弔い写真を様子がに影見を行いました。1回目の影見でお伝えした通り、ひっかみ山の廃旅館、なんだっけ、人縄荘にて弔い写真が収めていた写真帳を見つけた。各関係箇所の許可は取りました。そのまま保管してもらって構いません。あ、一応そういう仕事もしてるんだ。その関係部署とかに許可を取る。ひかみ山について取り寄せた本はどこにある。ルイが片付けてしまったのか、本棚に入ってるかもしれない。ひかみ山について取り寄せた資料、巫女殺しの伝説って書いてある。巫女殺し伝説、自殺の名所、心霊スポット、昔霊山とされて崇められてきたその山、たくさんの巫女たちが住み、山の祭事はすべて巫女たちによって執り行われた。ある時に巫女に恋をしてしまった男が山へ分け入り、巫女に言い寄ったが、神に仕える巫女はその男の申し出を断った。男は怒り、その巫女を殺し川へ流した。それさ、男が怒れてるよね。で、振られたんだったらさ、なんでそんなって言って、別にさ、勝手に恋して勝手に振られてさ、勝手に殺してってひどくない、こいつ。その数日後、男は松明とナタを手に突如山に現れ、山にいる巫女を全て惨殺した。いや、もうこれ殺す段階でちょっとおかしくなってたのか、その一人目を。で、完全におかしくなっちゃいましたっていう。山の水は巫女の血で赤黒く濁りましたと。で、目は全て潰されていた。男は最初に殺した巫女を川に流したとき、その巫女の目を見てしまった。ああ、なるほど、やっぱり呪われたんだな。全ての巫女を殺した男はその場で自ら首をはね自害した。それ以降、山には全身が濡れた巫女の霊が現れ、訪れた者を死へと誘う。この巫女殺しの伝説、実際にあった事件をモチーフにしている。地元の古い記録、多くの巫女の死体が見つかったという記録があり、それ以後その山では神事が行われなくなった。ルイの手帳、読むのは気が引ける。先生は片付けられない人、一人暮らしが長いとは思えないほど家事ができない、料理もできない、掃除も苦手、作家助手とは言ってもほとんど身の回りのことばかり。先生は探すのが苦手な人、よく物をなくす、あの本がないと大騒ぎするたびに結局黒沢さんに依頼している。私も増え続ける本をきちんと整理しているつもりだが、部屋から出したわけではないのに本当に見つからない、まるで消えてしまったかも。影見を頼むと黒沢さんは一人で部屋に入り、しばらくして先生が探していた本を持って出てくる。見えなくなっていたものを見えるようにした。ああ、なるほどね、そういうことか。最初にやったよね。影見は本当に不思議。私も一度不思議な体験をしたことがある。部屋を整理していたら、これまで見たことがなかったものが出てきた。ひそかさんの言っていた見えなくなっていたもの、古い箱に入れられていた、あれは何だったんだろう。整理しようと思って置いていたらいつの間にか消えてしまった。また見えなくなってしまった。結構侵食されてんね。隠れ始めます、急がないと。ああ、行くか。てか、もう明日にしようぜ。今日はもう日が暮れるから明日にしよう。暮れすぎでしょ。氷上山には夕暮れ時に入ってはならないという噂があるんです。大間が時に山に入ると山は別の姿、本当の姿を見せる。入るのは自殺しようとする人だけですよ。だって今日じゃなきゃいけない理由はなくない？
明日でもいいっしょ。アルバムが見つかったのはあの旅館のようですね。先生、その遮影器本当に使えるんですか？一度試しておいた方がいいと思います。ああ。復眼遮影器、複数枚の写真を連続で撮影できる。4枚の写真が連続撮影、音量に大きなダメージを与えることができる。早めに連写撮影することでフェイタルフレームを撮影しやすくなる。連写撮影の後はチャージ速度が遅くなる。ああ、フィルムは、連写はフィルムを多く消費する。なるほどね。通常の射撃の強化レンズを装備することはできません。やってみよう。構え出した。気にしているな。ん ?R1? あ、強化のところで連写するのか。遅っ、確かに。あ、途中まで遅くなるのか。ポイントにはならない。綺麗に撮れました。モデル通りだな。どっちなんです？そうな。さて行くか。この旅館の旧館、奥にある古い建物は以前は山を祀るお寺か神社の一部だったと言われています。旅館になった後、経営者の一家が住んでいたようですが、氷上山全域で大きな地滑りがあり、土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは旧館の建物みたいですね。ああ、そうらしい。射撃はありえないものを見せる。影見、射撃を持ってれば影見ができるのか。これなんか毎回、あ、ちょっと待って、写すだけ写したい。水に沈んだ女。なんかここ行くたびに毎回出るんだよね。そんなことない。今のは水に沈んだ女があれか、写っただけか。配管用。え、なに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 、こっち側なんかある。お、いる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 、めっちゃいっぱいいる。影に佇む女、影に佇む男、影に佇む女。あ、アイテムがある。回収していこう。これは万葉丸か。あ、お、びっくりした。待って、もうちょっと近づかないとダメ。ゴーストハーンと、ちょっと待って、無理だよこれ。いや待って待って待って、これさ結構減ったんだけど、今のを見てさ、ルイはどう思ったんだろう。ゴーストハンド、ルイに見えてたのかな。先生一人で何暴れてんだっていう。なんかめっちゃ反応してんだけどこれ。あ、ここにもある。14。いや、どこにどう反応してんのかが分かんないんだけど、これ何、なんかさっき言ってたけど、すげえ手があるんだけど、何これ。闇に誘う手、窓ハンドだな。一応なんかアイテムを落としたけど、あれ、どこにいんだ今。ここ通ったか、一番最初来た時。この辺りのようですね。まあ、辺りといえば辺りだけど、こんなんだったっけ。あ、ここはあれか、行き止まりだったところか。アイテムが落っこってる。グオー、なんか言ってんね。普通に音量。いやいや、普通に音量じゃん。ちょっと待って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 。おい、ルイ、お前大丈夫か。ちょっと待って、邪魔だ。え、ルイって本当大丈夫。フェイタル。いいねいいね。これさ、タイミングがよくわかんないんだよね、フェイタル。で、3連射したけどさ、倒した。こいつは見とれないはずだから、
ルイ、君は今何を思っている？何にも言葉を発しなかったけど。クグル、ルイにあの霊が見えているのか、それとも見えていないのか、それがわからない。ヒソカさんがアルバムを見つけたのはこの部屋でしょうか。ああ、すごく聞いて。おっ、1544、闇の中の男。ここ一応すれば旅館なんだよね。シャイキが反応してる。これどうすんだっけ、ずらすんだっけ。あ、そうだよね、このずらしがなかなか難しい。え、詰まって、ボロボロの古いノート。ここに住んでいた人、すべてを失ってどれくらい経つか。父が旅館の半分を飲み込んだ。家族を探した。見つけたのは父が残した写真帳。誰のものとは知れない弔い写真だけが最後の寄せ書になった。この地の底のような暗闇の中でどれだけの時間を過ごしたんだろう。もういい、すべてを燃やしたらあとは自分だけ。最後は屋上に展望室がいい。あそこから見える夕日は美しい。ノートに反応している。闇に立つ男、あの写真のせいで見える。あれ、お前いつの間にそっちに移動したんだ。で、一回出て追ってくんだな。あれ、いけない。あ、いけた。くぐる。この中はなんかアイテムあるかな。ちょっと行くのは怖いっちゃ怖い。復眼射撃を見てみよう。いや、強化できるわ。そんなにポイントがないからな。強化レンズを着たりってわけじゃないけど、4万でいけんのか。射程距離、出力、4連射撮影中に敵の動きが遅くなるようになります。結構よくね。装填だな。ちょっと一回装填鍛えちゃおう。10万とだけで、こっちで上行くのか、もしかして。ちょっと待って、どこ。げ、前方より敵へあり。敵2体、うん、速くなってるような気がするんですけど、どうでしょうか。どう、超連射したけど今。いや、まだ残ってるか。狭狭狭、ところ狭し。一体倒した。紫状態結構やばい。あ、そうか、フィルムめっちゃ使うんだっけ。4連射するとでもなんか強い、やっぱり4連射は。あ、触れられんじゃん。え、触れられなかった、遅かった。え、なんかいる。トロ、上へと誘う男。男に誘われてんのか。旅館の主人はこの建物の3階に移り住んだという噂もあります。そこで焼身自殺をしたとか。あ、いけねえ。湖へ飛び降りたとか。よくある話だ。そうですね。こっちへ行くしかない。あ、え、待って待って、ああいうの取れんの。それ以来3階のベランダを見上げると誰かが見下ろしているという噂がある。すみません。怖いんだよ、そんなこと言わないでくれ。
地だ。なんか分かんない、ほんと分かんない、このこれだけだと。こっち側、あ、こっち側か。あ、なるほど、逆側に来たんだな。14、あんまり速くは走れないね、屋内だから。草が生えてんじゃん、これさ。本当に分かりづらい、あの反応がどこにあんのか。裏側？ここか。もう手は出てきたらしょうがないよ。24枚だいぶ手に入ったな。影道、ちょっと待って、どこ？こっちか、こっちは特になんもない。いや、行こう。鍵がかかってる、マジか。反応している。霊視。待って。こう。ちょ、これ合わせなきゃいけないんだっけ？ん？こうでしょ？枚数を無駄にしたな。またあそこに戻んの？写真に何か映り込んだ。配管用の扉が開いている。あ、開いたのか、扉の鍵が。なぜあんなとこにあんのよ。なんだ、結構いろいろ反応してるけど。お、待って、つられている男。穴につられた男。穴につられたってどういうこと。あれ取ったらなんか反応しそうだな、やつが。万葉を一応取っておこう。ヒットポイント的には結構余裕あるけどね。え、こいつ長くね、いつまでいんの。近づかないと消えないってやつ。フィルムはいただいていこう。あ、フィルムじゃねえや、紙だった。黒く汚れたノート、旧館のものと同じ、住人のもの。地滑り以前からおかしなことはあった。何年か前、遠足に来ていた学生のうち2人の娘が山で行方知れずになった。警察を呼び捜索を依頼したが、結局見つからず捜索は打ち切られた。ところが数日後、1人の娘だけは正気をなくしたような状態で発見された。事件性も含めいろいろ噂されたが、結局世間的には神隠しとされてしまった。世間的に神隠しにされたってすごいよね。残されたその子だけは毎年同じ時期になると参拝するように探しに訪れる。この山では毎年不自然なくらい多くの行方不明者が出ている。警察も私も慣れてきた。やはり人は慣れんのか。先代の父もその友人だった民族学者も神隠しにあった。次は私の番、私はここで消える。誰も探す人などいないな。俺はこれでもいくつか修羅場をくぐり抜けてきた。そういうものにだけ働く感がある。俺はここで消える。誰だっけ、あの犬使う人、ハンターハンターの。ちょっと待って、今俺がどこにいるのか分からなくなっちゃったよ。1階に降りなきゃいけないんだよ。1階に降りなきゃいけないんだけど、こっちか。サクサク行こう。降りて配管はあのこの一番先か。もうルイは置いていく。ちげえし、ここじゃねえし。どこだっけ、配管があったとこって。階層変えられる。いや全然わかんねえや。いや変なとこ行っちゃったよ。いやわからん。現在地、ん、ここ主人の部屋。お、なんか奥があるっぽくない、ここ。配管どこだっけ。ラウンジとか言われてもさ、もう崩れすぎててわかんない。ルイ遅っ。めちゃくちゃ怖いだろ、こんなとこで一人でいたら。配管工どこだっけ。ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。
ここか。開いてないじゃん。開かない。射撃反応、同期撮影、角度を合わせて同じ写真を撮影する。え、これ何、光らないの。どんな角度だったっけ、覚えてねえんだけど。今ちょっと反応したな。少し後ろに行くか。ちょ待て待て待て、連射してしまった。ルイ君ちょっと邪魔ですよ君。え、ちょっとずつ動かす。え、何も反応しないの。ヒントくらい出してくれ。写真を見るか。じゃあ写真ってこれさ、俺が撮ったやつじゃん。普通にただのさ、あれでしょ、撮影したやつだけでしょ。そういうことじゃなくてファイルを見ればいいのか。収集物でもないしな、メモ、ムービーでもないしな。はいでる影、これ。いや、わかんねえ。花嫁の写真。射影機を構え。同じ場所、同じ場所、どっから撮ってた。さっき白くなった気がするんだけどな、気のせいかな。あ、来た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 。ちょっと待って、すぐ複写しちゃうんだけど、まだ操作が慣れてない。あ、来た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 。こうでこう、難しい。まあ一応でも知らせてはくれるね、ちゃんとちゃんとすれば。開いた。何かある。黄色いキーホルダーの鍵。まあここはさっきのとこでしょう。くそ、やはり来るか。何、消えた。ちょっと待って、狭いんだよねここ。一旦距離を取る。ルイ、お、めっちゃ襲われてんじゃんあいつ。今助けてやる。倒した。いや、狙いを俺変えたか。痛い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 。狭いんだよね、とにかく。どこだろう、ロックしよう。近づいてこい。それがお前の最後だ。ほら、取ってやる。ポイント、まあいいや、勝てとなれ。ルイ、お前襲われたけど大丈夫か。ただルイが襲われている間、フェイタルフレームの時間になったかな。チャンスではあった。待てい。え、ちょっと待って、どうなってる。敵だ。もう一回霊視を出したいな。さてフェイタルを狙うか。やっぱり大ダメージをやるためにはフェイタルフレームだな。
とはいえ、ただあいつどこ行ったんだ。どこ行った。ちょっと待って、こいつ首吊ってるから降りてくんのか、上から。あれだけのダメージを与えたというのに。211、まだ生きてるか。てかさ、ヒットポイント見えるようになったって書いてなかったっけ。装備してないから。ちょっとこれになったら連射しよう。4発。え、あ、いるか、まだ。あ、いるか、倒したか。ノート、おそらく囚人だ。かつて観光地だったこの場所も自殺の名所として有名になった。もともとそうだった。山に入ることは死を意味した。この巫女森はもともとは巫女荘、巫女の社から死を司る山の巫女、社だった。ちょうどいい、私もそれを望んでいる。見取ってくれる家族はもういない。このノート、主のものだったんだろうか。上の階に行けば何か分かるかもしれない。と言いつつ、復眼射撃をちょっと見よう。何を見ようとしたんだっけ。あ、装備装備装備、強化装置。あ、あ、ついてるような。即ロックオンした敵。あ、ロックオンしなきゃダメなのか。ロックオンしてないと見えないのか。まあ気にするな、よくあることだ。首がつった男が襲ってくる。この世界ではよくあること。気にしていたらキリがない。あ、首をつった女になった今度は。ちょっと待って待って待って、ちょっと今戸惑ってたよね。おいおいみたいな感じで首をつった女。あれは誰なんだ。こっち側にアイテムはない。アイテムあと反応するからな、まあ、一応それで。ほら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 、探し当てよう。どっち側だ。こっち側ではない。多少段差があっても反応するからね。これ鏡石じゃね。鏡石ってね、1個しか持ってないんだよね。そんなことない、嘘。2つ持てんの。持てんじゃん。え、99個持てんの。すげえいいし、もう絶対死なない自信があるんだけど。引かない、開かないか。もう一つ反対側に扉がある。あっち行くか。じゃあなんでさ、こんな近くに扉作ってんの。夕日に見入られた男。なんかどうなってんだ。縄をそのままさ、やったまま。クラ、あ、赤いる。なんだ、あ、また釣ってる。あれか、何かを見つめる男。見つめてんの。首吊ってるだけじゃないの。部屋全体が黒く焼け焦げて。火事の後でしょうか。旅館の主人はここに移り住んで。どこだ。いや、この反応してるとこがマジでわかんねえんだよな。あ、あの男がいたところに何か置かれてる。メモっぽいな。え、ちょっと待って、メモ取れなかった、残念ながら。呼び戻し。え、どこ。あ、ここか。ちょっと待って、ロックンが慣れないんだよ。あれ、映すだけでいいんだっけこれ。映すだけでいいのか。あ、そんなことない。いや、そんなことあるわ。
ロックオンをして、あ、ちゃんとロックオンしなきゃダメか。待って。すぐさ、ボタンを押しちゃうんだけど。ちょっと溜まるの待ってください。めっちゃブルブルいってるけど。開いてる。いつの間に開いたんだ。ルイを救出する。どうした？歩いていこう。慎重に。何か。え？いるのか。やつが行く前に。回避。とっさに回避した。なんだかわかんないけど、後ろにも目をつけるんだ。とアムロレイが言っていたかった。よし、これはちゃんとロックしていこう。待って。フェイタルフレーム今のダメ？どこだ？少しあれを出すか。で、弾をもう一回やっとこう。来たら、ちょっと待って。いや、どうなの？難しいんだけど、4連射。やっぱ、チャンスで。しまった。来た。来たけどさ、いや、溜まってないんですよ、あの、フィルムの装填が。難しいよね。ちょ、ルイも入ってんだけど、大丈夫？ダメージに。協力してくれたルイ。ここ当たらないか。遠い。ちょっと遠かったか。28枚。枚数的にはちょっと減ってきたな。まあ、ゼロなんで最悪戦えばいいんだけど、無限に使えるから。今ならフェイタルが撃てるぞ俺は。さあ来い。なかなか来ないね。いやー、遠かった。ほら、2発、3発はいけない。装填速度はでもまあ上がってるっちゃ上がってるからな。160。よし、ルイも入れ。ルイも、お前もダメージに協力してくれ。ここは副眼。ダメだった。なんかよくわかんねえや。遅い。こっち。いや、消えた。ワープする。ワープモードはちょっと、あ、倒した。どうしてあんなことを。覚えてないのか。とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。またお前か。ここで溶けるのです。え、マジ戦闘？ちょっと、え、ねえねえ、変だよ、わかんねえ。待って。え、回避。
ちょ、一回回復しよう。半分くらいあるけど、鏡石持ってっからいっちゃいいんだけどね。もう一個使っちゃおう。11枚でなんとかしなきゃいけない。ちょ、待って待って待って。あ、ルイちゃん、待って待って。フェイタル、フェイタル、フェイタルチャンス。ダメージの稼ぎ時だ。いけ。ロックオンしよう。ロックオンした方がなんか安全だ。さあ来い、フェイタルを狙ってやる。何、消えた。どうだ。おわ、いや一瞬だった。待った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 。これは清め、火がない。万葉二つ。この野郎やるじゃないか。まあいい。何、一瞬だ。ちょっと待って、一瞬を、一瞬を。やつの行動パターンを、ちょっと待って、あと2枚しかないんですけど。1音が結構やばいよね。しかしこれだ。いや入ってない。またまたやられたか。ちょっと待って、ちょっと待って。清めがあと1個しかない。これはまずい。護身水使おう。もうこれで1音がなくなった。07で勝負するしかない。コツ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 ダメージ与えていこう。いっぱい入ってる。192。ロックオンして、ロックオン、え、ちょっと待って、あとどんくらいださあれがあるのか分かんねえんだけど、ヒットポイントがあるのか。え、何、どんくらいある、これどこにヒットポイント乗ってんの。いや、よくわかんないんだけど。倒した。全然わかんない。どこにヒットポイントが乗ってた。いや、最後、なかなか苦戦したな。巫女姿の女性。焼け焦げた部屋で拾ったノートと何か関係あるのか。ノートで視察。弔い写真。この山に住んでいた民族学者が集めていた。民族学者、これなんだこれ、渡来刑事かな。日本に伝わる神秘的な風習に魅せられて来日し、氷上山に移り住んでその伝承を調べた。外国から来た民族学者。ほう。氷上山、山に流れる水を御神水と祀る珍しい風習がある。彼は当時失われつつあったその世界観を肌で感じたいと言い、山の中腹に居を据え、山の秘密に近づきたいと言っていた。無人になった古い社を旅館に改装した父はそれを積極的に協力していた。旅館の宣伝になると思っていた。ある日を境にその民族学者は行方不明となった。何人かが山の中を探し回ったが、山に森の奥にあったはずの彼の家への道すら見つからなかった。先代も民族学者を探しに山に入り、この写真帳を抱いて戻ってきた。全身ずぶ濡れだった。普段とは違う何かに取り憑かれたような目をしていた。その後先代も行方不明だった。地滑りで崩れた旧館から見つかるまですっかり忘れられていたが、今の私にはいなくなった先代の気持ちが分かる。民族学者の気持ちも同じだったんだろう。この写真は美しい。渡来刑事、密かなら完結する本を持っているかもしれない。一旦戻ろう。ルイを休ませよう。よし、勝手に戻ってくれた。旅館の主人が残した写真帳、氷上山にいたという民族学者のもの。怨霊に導かれ自ら命を絶とうとしたルイ、そして雨に濡れた巫女、いくつもの謎を残したままレンは氷上山を後にした。A、で、63,000手に入れたか。これはまた小塚田優里ちゃんの射影機のあれを着たよ。間の雫影見、ちょっと待って、これそのまま始まんの。ちょっと一回ここで終了しましょう。というわけで次は間の雫でもそんな長くないのかな。間の雫間だから、だから次、ゆりちゃんに移ったんで、こっからやっていきましょう。
というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。